第二次世界大戦前のワルシャワの路面電車ネットワークのマップワルシャワ支電とは、ポーランドのワルシャワに路線を有する路面電車もである。ワルシャワ交通局が他の公共交通機関と共に統括している。実際の運行は、公営企業のトラムアヘバーシャフス QSPZOO が行っている。利用者数は、ワルシャワの人口の半分に達する。 車両数は729両であり、25系統の路線を運行している。路線規模はカトビツェに次ぐポーランド第二のものである。ワルシャワにおける市電の歴史は、1866年に6キロメートルで開業した馬車鉄道に遡る。区間は、ウィーン方面鉄道の駅からビスワ川を渡り、ビリニュステレスポル方面鉄道の駅までであった。 これは、ロシア当局により、ビスワ側の鉄道橋建設が、戦略的理由で、制限されていたことによるものである。1880年、ベルギー資本により、市内交通としての利用を意図して、2番目の路線が、建設された。この会社は、急速に路線を拡大した。最初の馬車鉄道が意図した、鉄道駅間の連絡は、1875年に、 鉄道橋が開通したことで目的が失われたものの、路線拡大の結果として1882年には、鉄道駅間も結ばれるようになった。1899年には、路線もは市に買収された。この時点で、路線延長は 30km、系統数は17になり、234台の客車と654頭の馬を要するまでになっていた。 1903年までには、電化計画が提案され、1908年までに、実施が完了した。電化後10年間は、短距離の延伸が行われた以外はあまり変化のない、時期であった。第一次世界大戦後は、乗客数が急速に増加し、路線は郊外へ向け延伸が続いた。1939年時点で、路線延長は 60km。 車両数は757両に達していた。1927年、私鉄のいい角度が建設され、近隣の町々からワルシャワ中心部まで、市電よりやや大型の電車が乗り入れてきた。この鉄道は、駅間距離が短く、市内では、平洋軌道となっていた。しかし、この路線は、市電とは、期間が異なっていた。1925年には、 都市高速鉄道の建設が決定し、ボーリング調査が開始されたものの、世界恐慌により延期された。1938年には再度構想が浮上するものの、建設再開は第二次世界大戦後となった。ナチスによる占領時も1944年のワルシャワ放棄までは、市電は運行を続けていたが、状況は徐々に悪化していた。 ワルシャワ放棄が失敗に終わると、市街と共に、市電の施設も、ナチスによる、報復的な破壊を受けることとなった。戦争が終わると、市電の再建は、比較的迅速に進められた。このタイミングで、標準期へ、改め期することも行われた。1950年代から1960年代を、通じて、郊外に建設された団地や工場への路線延伸が、 行われ、PCC カーを元にした新車の導入も進められた。当時のワルシャワには、地下鉄がなかったことと、自家用車の所有が制限されていたことから、市電は、ワルシャワの機関交通機関であった。1960年代には、政府はソ連で産出される石油への依存を強め、一方で自国で産出される石炭は、 外貨獲得のため西ヨーロッパ諸国に輸出されていた。このため、新たに開発された地区は、市電ではなく、バスにより中心部と結ばれ、一部の路線は廃止された。1989年の民主化以降、市電が受けた投資は、地下鉄建設に付随した小さなものだった。しかし2005年からは、新型車両の導入、主要路線の近代化。 案内表示装置の導入といった変化が始まった。これらの動きの中には、電車優先信号の導入や、路線延長計画も含まれていた。2008年8月、186編成の冷房、超低小電車の導入が始まった。2011年、市は2路線の延長に着手した。一つ目は、市の北部でビスワ川を渡り、 四北東部の郊外と地下鉄駅を結ぶものである。二つ目は、市の西部において二つの既存路線を短絡するものである。2020年現在、ワルシャワ市電では、以下の形式が使用されている。社会主義国家時代から、ポーランドの国産車両が継続して導入され、2000年代以降は、ビドゴシ中に本社を置く、ペサ製の超低小電車の導入による。 近代化が実施されていた。しかし、2019年に、ワルシャワローメン電車会社は、新たな超低小電車の導入に関して、ポーランドの企業ではなく韓国の現代、ロテムと契約を結んだことを発表した。内訳3車体連接車24両、5車体連接車85両、5車体連接車18両、合計123両で、 90両分のオプションも含まれている。2022年までに最初の車両が営業運転を開始する計画で、この大量生産に最終現代、ロテムはポーランド国内に生産拠点を建設すると発表した。ありがとうございます。